誠、おはよう。おーし、お兄ちゃん。どういう意味よ。お姉ちゃんが作ってくれたの。やっぱ持つべきものは姉妹だよね。いいじゃん。さ、早く食べていこうよ。テニスに決まってます。あ、言ってなかったけど今日はそういう予定だから。何？班長命令だぞ。な、何？いきなり怖い顔して。はるかさんはまだ起きてないよ。僕もだけど。もうお腹すいた。くるみたち先食べちゃおう。そうね、いただきます。約束って何約束したの？今日は釣りに行くの。釣り？いいじゃない。僕が教えてあげる。一緒に行こう。ね。ちょっと、今日の予定はテニスなんだけど。え、テニス？はるか、今日は私いいなんて言わせないからね。班長命令なんだから。そうだよ、はるかちゃん。やっぱテニスでしょ。釣りなんてじじくさい。約束したの。いいじゃない。その約束はキャンセルで。約束は守らなきゃいけないの。それが信じ合うってことだから。はるか、約束は守らなきゃいけないの。さん、約束って誰としたんですか？それは石原が本当なの？はるかちゃん。うん。まあいいけど、班長ったって別に権力者じゃないんだし。ちょっと待って、ゆうかちゃん、そんな簡単に許しちゃダメだよ。石原、君はまだ分かってないのか。ゼミってのは集団行動が基本じゃないか。なんだって？待ってよ、はるかちゃん。石原と何かあったの？約束だから。そんなの理由になってないよ。石原と昨日何かあったんだね。奥彦に話すことじゃない。どうして？私と誠とのことだから。奥彦には関係ない。はるかちゃん、おはよう。皆さん、昨日はご心配をおかけしました。どうしたの、黙りこくって。
え？私、退院したのよ。一泊だけってことだったでしょ？あ、さっき、そのことじゃないんだけどね。え？何？私の何？だから、さっきのことじゃなくて。ねえ、それ何ですか、さっきさん。あの、奥彦くん、ちょっとね、作ってみたんだけど、どうかしら。うわー、かわいい。さきさん、これ奥くんのために。え、だから、どうかなってそれだけだけど。見てよ、奥くん、よかったね、この幸せ者。さすがだね、さきちゃん。僕が好きなものわかるんだ。あ、そう。どうしよう。僕、嬉しいよ。奥彦くん、テニスに行く気ないかな。コート取ってあるんだけど。いいね。釣りなんてじじくさいことやってられないよね。え、釣り？なあ、なんでもない。さすがだね、さきちゃん。僕がテニス好きだってわかるの。私、約束守った。守ったよね。え、おかしい？何かおかしいことしてた？けど、何？これからどうするの？歴さん？そう、待つの。勝負？私、わからない。心がないからわからないのかな。
私には心がないから。うん、心がないから逃がしてしまうの。人は心を持ってるから奪い合うんでしょ。心を持ってるから殺し合うんでしょ。世界中に殺戮が満ちてるのは心があるからでしょ。どうして？愛し合う。どのくらい昔かな。竹取物語読んだことある？かぐや姫がね、並み居る求婚者に無理難題を押し付けて争わせるでしょ。それはどうでもいいんだけど、ただああやって人間は昔から争ってる。誠が言った昔ってこれよりずっとずっと昔でしょ。本当に夢のように遠い遠いね。確かめようとする。
それ言ったら誠はきちんと答えてくれる？本当に？キスしたことある？キスって何？キスしたことありますかって。じゃあ誠には私に対する愛情がないって。